テルアビブ空港乱射事件は1972年5月30日にイスラエルのテルアビブ近郊都市ロットに所在するロット国際空港で発生したパレスチナ解放人民戦線が計画し赤軍派3名が実行したテロ事件別名はロット空港乱射事件リッタ闘争など1972年5月8日にパレスチナ過激派テロリスト4人が ベルギーのブリュッセル発テルアビブ行きのサベナ航空のボーイング707型機をハイジャックしてロッド国際空港に着陸させ逮捕されている仲間317人の解放をイスラエル政府に要求した。しかしイスラエル政府はテロリストによる要求を拒否しハイジャックしているテロリストを制圧し犯人のうち2人は射殺され残る2人も逮捕された。 93人の人質の解放に成功したものの、乗客1人が銃撃戦で死亡した。そこで、パレスチナ解放人民戦線は、報復として、イスラエルのロッド国際空港を襲撃することを計画した。だが、アラブ人では、ロッド国際空港の厳重警戒をくぐり抜けるのは、困難と予想されたため、PFLP は、赤軍派の奥平に協力を依頼し、 日本人によるロット国際空港の襲撃が行われた。なお本事件は一般に日本赤軍による事件と呼ばれることが多いが、正確には日本人グループは PFLPA の国際義勇兵として参加したもので、当時は独立した組織との認識は共有されておらず、自称もアラブ赤軍、赤軍派アラブ委員会、革命赤軍等であり、日本赤軍との呼称が登場するのは、 事件発生後で、組織としての公式な名称変更は1974年である。現在の空港ターミナル内部犯行を実行したのは、赤軍派幹部の奥平武士と、京都大学の学生だった安田康之、鹿児島大学の学生だった岡本幸造の3名である。フランスのパリ発ローマ経由のエールフランス機で、ロット国際空港に着いた3人は、スーツケースから取り出した。 VZ58 自動小銃を旅客ターミナル内の乗降客や空港内の警備隊に向けて無差別に乱射した。乱射後の岡本の動きについて1972年7月11日に開かれた軍事法廷の検察側承認の供述によれば岡本は飛行場に飛び出すとイスラエル航空機に向けて自動小銃を数発発射。続いて スカンジナビア航空機のエンジンに手榴弾2発を投げつけた後、畑の方向へ走って、逃走を始めた。200から300メートル逃げたところで証人が追いつき、拘束に至った。岡本が拘束された一方、奥平と安田は死亡した。二人の死について、奥平は警備隊の反撃で射殺。安田は手榴弾で自爆したとして、中東の過激派の間では英雄化されたが、 詳しくは判明していない。なお、計画に携わっていたとされる日の木、森高顔の手記によると、当初の計画では、空港の管制塔を襲撃する予定だったとしているが、警備が厳重な管制塔を3人だけで、どのように襲撃するつもりだったのかなど、具体的な計画は不明である。この無差別乱射により、乗降客を中心に26人が殺害され、73人が、 重軽傷を負った。死傷者の約8割が巡礼目的で訪れたプエルトリコ人であった。死者のうち17人がプエルトリコ人、8人がイスラエル人、1人はカナダ人であった。犠牲者の中には、後にイスラエルの大統領となるエフライム・カチイールの兄で著名な科学者だったアーロン・カチイールも含まれている。イスラエル政府は犠牲者の遺族に対し、 保証金として公務員平均月給の75%相当を中心または再婚するまで支払うこととした。これはイスラエル兵が戦闘で死亡した場合の遺族への保証基準に沿ったものである。当時はテロリストが無差別に一般市民を襲撃することは前代未聞であり、事件は衝撃的なニュースとして全世界に伝えられた。 赤軍による民間人への無差別虐殺には国際的な非難が起こった。一方でイスラエルと敵対するパレスチナの一部の民衆の間で実行犯たちは AA 融資され、PFLP は赤軍派幹部の重信ふさ子と共同声明を出し、事件発生の日を日本赤軍結成の日とした。また、アラブイスラエル間の構想にもかかわらず、実行犯が両陣営とは、 何の関係もない日本人であったことも世界に衝撃を与えた。日本政府は実行犯が自国民であったことを受けて襲撃事件に関して謝罪のようイスラエル政府に公的に表明するとともに犠牲者に100万ドルの賠償金を支払った。日本国内でもその年の3月に発覚した連合赤軍による山岳ベース事件に続く 極左テロ組織の強行として日本国民に強く印象に残り強行を繰り広げる極左過激派と日本国民との隔絶がさらに広がる事件となった。また、この事件において武器を手荷物で簡単に持ち込むことができたことから、この事件以降、登場時の手荷物検査が世界的に強化されたほか、空港ターミナル内における警備も世界各国で強化されることとなった。 事件はパレスチナゲリラをはじめとするイスラム武装組織の戦術にも大きな影響を与えたと言われる。オクダイラらがはじめから生還の望みがない自殺的攻撃を仕掛けたことはイスラム教の教義で自殺を禁じられていた当時のアラブ人にとっては衝撃的であり、以降のイスラム過激派が自爆テロをジハードであると解釈するのに影響を与えたとの説もある。 事件後唯一生存した岡本構造はイスラエルで終身刑で受刑した後に捕虜交換で釈放され現在はイスラエルと敵対する勢力の庇護を受けレバノン郊外のアパートに居住している2009年にはイスラエルの人権団体シュラトハディンが朝鮮民主主義人民共和国が日本赤軍への支援を行ったとしてプエルトリコの連邦裁判所に対し 北朝鮮を相手ドリ族への総額3000万ドルの保証を要求する訴訟を起こした。同年12月に予備審理が行われたと報道されている。ありがとうございます。